どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあガズレレではですね、イベントちょっと目白押しなんですよ。まずはですね、最近もりもりお伝えさせていただいている11月11日のこのガズレレの日のイベント、これがまあすごい最大のイベントなんですけど、渋谷の東京カルチャーカルチャーでお昼の時間帯ということなんですけど、今ざーっとこの時間帯書いてあると思うんですけどね、これ詳細概要欄に貼っとくし、これね、ウクレレ始めたばっかり1週間の方とか、もうお一人様で私一人だけど行けるかな、どうしようかなという方、お一人様も大歓迎だし、始めたばっかの人、もうそれこそ始めていない方でも楽しめるのがガズレレのイベントでございます。そして面白いことにね、ベテランの方もかなり楽しめるというね、もう謎的楽しい、めくるめく時間が繰り広げられるガズレレイベントですんで、渋谷の東京カルチャーカルチャー11月11日土曜日昼間の時間帯にぜひ皆さんお参加お待ちしております。概要欄に、詳細のページと申し込みのねページ貼っておきますんで、よろしくお願いします。あとね、目白押しって言ったんですけど、ガズの参加はないんですけど、 G ラボウクレレのポップアップショップがですね、なんと2回その間に11月11日までの間に開催されるんですよ。まずですね、これがびっくりすることで、まず第1個目のお知らせとしては、初の北海道上陸 G ラボウクレレポップアップショップが北海道に行きます。いつ行くかというとですね、10月の28、29、30日土日月の3日間ですよ。皆さん、北海道の方、どこでやるか、島村楽器店さんの一角をお借りしまして、札幌ステラプレイス、札幌のステラプレイスというところです。まあガズさん、ちょっとね、北海道のあんまり地理感がないでわかんないんですけど、これはね、かなり著名な場所というか有名な場所らしくてですね、皆さん北海道の札幌に住んでる方もご存知だと思うんですけど、そのステラプレイスの中にある島村楽器店さんでですね、 G ラボウクレレポップアップショップ、すべてのモデルのラインナップの試し弾きと、もういろいろ持ってみたり触ってみたり、あとね、G ラボからヨッシーさんがですね、行きますんでね、どんなことでもヨッシーに聞いていただければというふうに思いますね。いろんなウクレレ弾き比べ、G ラボのウクレレってもう、マジでめちゃめちゃいいウクレレです。弾きやすくて、軽くて、抑えやすくて、音が良くて、弾けば弾くほど音がどんどん鳴ってくる。素敵な最強のウクレレたち。ぜひ皆さんご体感ください。で、話題の G ソリッドウクレレとアンプ G ボックスもですね、会場にありますんでですね、エレキサウンド、アコースティックウクレレもエレキウクレレもそのアンプ使えますからね、そこでサウンドチェックしていただければと思います。そしてもう一個ね、なんとポップアップショップがあるんです。次はどこでやるかと言いますとですね、愛知県です。愛知県の中でバイオリンとかそういう楽器のイベントっぽいですね。愛知健康の森公園、こちらは11月の4日5日の土日でございます。これは愛知県ですね。これはなんで、こっちも同じようにね、すべての、ラインナップの展示があったり、試奏できたり、エレキウクレレ、G ソリッド、G ボックスの展示もあります。こっちはですね、なんか野外なのかな、公園ということなんで、なんかお天気がいい文化の日の次の日でございましてね、土日。ぜひ皆さん、愛知県の方、愛知県じゃない方も、なんかね、面白そうなイベント、ウクレレのイベントではないですけど、なんかバイオリンとかなんかそんなような、なんだっけ、なんかちょっと、概要欄に詳細が貼ってあるんで、見ていただければと思います。そんなわけでございましてですね、このガズレレと G ラボ、この秋はイベント盛りだくさんです。はい。まずは、北海道に10月28、29、30。そして、名古屋の、野外の公演のイベントで、楽器のイベントで、11月の4日、5日。そして、来るべくしてきた、この11月11日は、東京渋谷にある、東京カルチャーカルチャーというところでガズレレ大イベント。もうこれはね、はっちゃけますよ、カズさん。その後、アフターパーティーもありますから、みんなで乾杯していろいろ語り合いましょう。お待ちしております。すべての詳細、概要欄に貼ってあるので、よろしくお願いします。チェックしてみてくださいね。どこかでお会いしましょう。バイバイ。